これスパイス入れちゃいます。うえー、トマト缶。いやー、うわー、やばい、やばいこれ。はい、ということでこちらで、ま、ちょっとすみません、酔ってるんですが、うまいバターチキンカレー完成でーす。あっちんちよ、どうも、あっつみな、ルース、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、僕らはベロベロに酔っ払っておるわけでございますけれども、はい、酔っ払ったらね、カレーが食いてーよな。炭水化物、脂質、炭水化物が欲しいよ。はい、分解してよ、アルコールを。ということで、はい、今日はルン君が本気のスパイスカレーを作っていただけるということで。本気で作ります、ね、今一番食べたい。これがあればもう、もう家でも本格的な最強のカレーが食えるということで、うん、結構簡単です。普通に、おい、簡単らしいんで、これちょっともうやんなきゃいけないよね。ね、ああ、そうだよね。はい、ということで早速スパイスカレーちょっともう食べたいんで。何も言わせんのかーい。何も、何やろ。いや、もう作ります。お願いします。お願いします。食べたいです。お願いします。ゴーゴー。めちゃくちゃ簡単です。今日作るのはバターチキンカレーなんでございますけども、一旦じゃあニンニクみじん切り、ほい、程よく切って、うん、はい、玉ねぎをスライスします。はい、ちょっと色悪いな。ね、でしょうがないな。鶏もも肉、個人的にバターチキンカレーは絶対もも肉でやってほしいって思っちゃう。ちょっとね、まあそれ以外ないよね。やっぱでも鶏肉が主役みたいなところは正直あるよね。いや、みんなダイエットでちょっと胸とももをさ、うん、分けるじゃん。そうだね、正直あんま変わらない。変わんねえよ、マジで。マジで変わんねえ、正直あんま、うん、あの、なんか本当にでも油の部分と皮を除けば、うん、あの胸とももってマジで変わんないらしい。変わんない、値段だけ、ね、値段だけ、ガチで値段だけ。そう、ここが一番大事でございまして、はい、スパイス調合タイム。調合タイム、本当はね、身のタイプとか、はい、あの樹脂のタイプとか、そういうタイプを使うといいんだけど、はい、最近って100均でね、スパイスが買えるんですよ、はい、そういうのをちょっと皆さん使っていただきたいので、今日は全部粉とかそういう簡単に買えるタイプを使います。はい、まずはナツメグ。ナツメグ、まあ、基本的にスパイスはね、香りだと思ってください、はい、で辛味スパイス以外は基本的に1対1対1で混ぜてもうまいんで、はい、でそんなあんまり考えすぎずにやってください。コリアンダー、コリアンダー、はい、クミン、シードタイプが出たら一番いいですけど、うん、まあ、クミンはうまいんでたくさん入れます。カルダモン、はい、カルダモンね、これ もう基本的に全部香りなんですよね、うん、セージ、セージ、はい、シナモン、あー、シナモン、僕実はシナモン苦手なんですけど、はい、カレーにちょっと入れるとうまいんですよね、うん、結構スパイスカレーだと入ってます、はい、であとは辛味、ガラムマサラ、これ結構辛いんで本当に調整で、うん、なんか日本は結構、うん、だしとかの旨味って感じだけど、うん、スパイスとかの香りもやっぱり大事だって思うよね。香り、香りが大事だね。ミントとか香りだよね、大事だなってすごい思います。まさしく、はい、でもうここでニンニクと玉ねぎ入れちゃいます、はいはい、どっちも入れちゃいます。で軽く弱めの中火で火通してもらって、軽く香り出てきたなって思ったらもう鶏肉入れちゃいます。弱めの中火ですね。はい、そうだ、そうだ、僕が大好きな。え、マジでバカいい匂いする。バカいい匂い。絶対今うまいよ、マジで。で、ちょっと火が入ってきたら、もうこれスパイス入れちゃいます。おい、はい、スパイスカレーって、はい、いればいるほど、てか煮込めば煮込むほど香りが飛んじゃうので、はい、あんまり煮込みたくないんですよ。はい、っていうので、この肉入れるタイミングに、入れたぐらいがちょうどいいんじゃないかなって僕は最近思ってます。本当っすか。今めっちゃいい匂い出てきた。これとてもいい匂いが出てきたなって思うぐらいで、トマト缶1缶入れます。今回総量用 400g ぐらいで、内容量は 240g、 もう1缶ぐらいですね。普通にお水入れときます。すいません、さっきちょっと気づいてなかったんですけど、ターメリック大事なんで入れときます。さっきの時に皆さん入れてください。オーマイガー。
がオーマイがオーマイパスタ結構結構大事な色付け。おーうまい。皆さんちょっとあとは軽く味見してもらってお好みでスパイスを足してください。決め手としてコンソメ小さじ1から大さじ1ぐらい。僕が本当にトマト料理に絶対入れる昆布だし、これあと味の素ひぎで入れて整えます。最後砂糖をちょっと調整していただいて、で胡椒と塩で最終的に味を整えましょう。もうけどもスパイスで基本的にいい感じになってるんで不安になるぐらいうまそうなんですけど、そんなの食べていいのかな。ダメダメやめて、ダメかやめとこうか、みのりん一回やめとこうか、みのりん一回やめとくか、一回やめとくか、みのりんだけ一回やめとくか、やめとくか。じゃあそれはそれで彼の目を盗んでからの食べるか。なんかでも気分悪いな。その気分悪いな。ちゃんと画角で。ああ。うま。絶対うまいそれは。うまい。確かに。すいませんバターを最後に入れます。バターチキンカレーなのにバターが入ってない。危ない危ない危ない。一番ない。でもバターはまず最後に入れてください。本日ターメリックライスを作っておりまして。パーン、パーン、ターメリックライス。普通にねレシピ今出しておくんですけど、これを入れて普通に。タカタカエです。はい、これを持っていきましょう。あ、オーマイガー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 、あーあーオーマイガー、オーマイガー。いやーうわーやばい、やだこれ、これやばっ、うわぁね、それは何、バジル、バジル、バジルなんだ。はい、ということでこちらでまぁ、ちょっとすいません酔ってるんですが、うまいバターチキンカレー完成です。もうスパイスもりもりの確定カレーなんで、もうさぁやばい、マジでもう匂いだけでお酒飲める。食べましょう。本当に美味しい。おい。いやー。いやー。それでは締めのカレー。はい。いただきまーす。いただきまーす。いただきまーす。こんなうまい。ダイエット中なんだよね。マジで。うわー。やばい。食べていいかな。本当にいただきます。すみません。うまい。本当にすみません、いただきます。うまい、うまい、ちょっとやばい、これはうまい、これはうまい、やば、うますぎ。これの何がすごいって、香りの後に、コンソメとバターで後味が美味しいになるのよ。日本人が好きな味がしてる。あ、ちょうどね。うまいよ。実はターメリックライスも今回ターメリックとコンソメがちょっと入ってますね。ああ、なるほど。そこでちょっと親和性を合わせて、まあそんな入ってないんだけど、合わせた時にはっってなるような感じにしております。うまい。こんなんさ、お酒飲んだ後に刺されたらさ、無限よ。無限だわ。さすがにやばいわ。これは違うもん、普通のルーで作るのがもう違うね、ほんとに全然違う、本当に別物。香り深さがなんかやっぱインドのカレーと日本のカレーって別物なんだなって思います。そうだね。もうね、インドカレー最近結構勉強してるんですけど、本当に煮込まない方がいい、マジで。もう焼き物って感じだよね、でも、焼き物って感じ、本当になんかうわーみたいな、なんかこう、なんか中国の中華料理みたいな感じでわーってやってる、あともうなんか香りだけで勝負みたいな感じじゃん、結構カレーって 2日目が美味しいって言うけど、これはマジで1日目のすぐ食べてほしい。そうだね、香りがもう違うもんね。そうでも飛んじゃうから、うますぎ、香り高すぎて、もう今ここにいる人にしかわからない香りが今してる。伝わらない香りがある。時短で作りたいならこっちの方がいいもんね。こっちの方が間違いなくね。普通に日本のカ
カレー作るより、なんかインドカレー作った方が多分美味しく食べれると思う、ね、割とね、普通に30分かかんないと思う、かかんないよね、全然ね、うんうんうん、はい、まず美味しいということでね、今回はちょっと締めにぴったり、うん、最高のスパイスカレーということで、うんうん、日常的に食べてください、これは食べてください、そんなでも敷居みんな高いと思ってるかもしれないけど、そんな多分わかんない、私もやったことないからわかんないけど、多分そんなに難しくないあればでき、うん、だって普通のカレーの野菜とか切る作業ないからね、これは、うん、玉ねぎぐらいしか、本当にそのスパイス合わせてそれっぽいカレーみたいな味にすれば、あとは中身なんでも多分カレーになると思う、うん、めちゃめちゃ本格的にできるから、しかもね、割と手間もかかんないから、そうそうそう、早いです、ぜひやっていただければなと思います、うん、ということで、おすすめでございます。本日の動画でございました。皆さんご視聴ありがとうございました。バイ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 。夏バテにもカレーはいい、そうそう、野菜入れて備えて、備えてお願いします。